はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、ビールです。数量限定札幌の銀座ライオンです。これなんか毎年ぐらいに売られてる気がするんだけどね。前も昔見た気があるんだけど、うん、これコンビニで、200円ぐらいだったかな、220円ぐらいだったかなって売ってました。明治創業明治32年老舗、ビアホール銀座ライオンのこだわりが詰まった限定プレミアムビール、麦芽 100% 長期熟成による飲み応えのある 味わいをお楽しみくださいです。あ、やべ、チーズ持ってくるの忘れた。ちょっとチーズ持ってきます。はい、お待たせしました。今日のつまみは、はい、ベビーチーズのスモーク味。これ大好きなんですよね。うん、100円で売ってたんで買いました。それでは飲んでいきたいと思います。やっぱさ、なんだかんだ言ってさ、あれだよね、グラスがさ透明じゃないとさ、あの色が分かんないよね、やっぱり。そんでは、結構色濃いめですね。乾杯。うん、うん、うん、まあ、うん、まあ普通に美味しい、美味しいですね。うん。普通に美味しいんじゃねえの。なんかね、このね、カメラのね、色が若干薄い気がする。規定に戻す。色の濃さは若干濃くして、これでいいんちゃう？うん、これでいいな。ちょっとなんか背景の色が非常に濃くなったけど、まあいいか。うん、スモークチーズうまい。うん、で、関係ないけど、今日タバコ屋行ってきたんですよ。で、ガラムでも買おうかなと思って見てたら、新しいなんか食べて、で、それがですね、なんか結構まずかったっていう、まあ話なんですけど、極論から言うとアニスってタバコですね。アニスってタバコなんですけど、多分タバコの、ちょっと今ググってみます。まあ多分だけど、あのあれと同じだね。
タバコサイトどこ行った、あった、イタリアンアニスっていうタバコですね。なんかね、イタリアのね、国旗の色3色、緑と白と赤のタバコなんですけど、これがどう見てもですね、あの支援で1本もらったんですよ。なんかサンプルありますとかって書いてあったから、くだかいっつってもらって一本吸ったら、あれこれどっかでね、なんか変な甘さがするんですよね。これどっかで味わった気がすると思って、よく考えたらアブさんですよ、アブさん。多分アブさんの、まあ、いわゆるアブさん味のタバコみたいな感じですね。おそらくアブさんアニスリキュールでググると、多分アブさんだと思うんだよな。違う？あれ違うの？多分アブさんっぽいですね。アブさんで、アブさん、あ、やっぱりあれですね、アブさんは薬草系リキュールの一つ、ニガヨモギ、アニス、ウイキチョウ、ウイキョウなどを中心に複数のハーブ、スパイスが主原料、主成分であるって書いてあるから、やっぱアニスだ。なるほどね。だからね、あの、そのタバコはね、アブさんの味のタバコです。でしたね。なんか変な甘ったるい、なんか、香りと、いろいろしたんですけど、あ、これまずいなと思って。で、店の人に、どうでしたって言われて、いや、まずかったです。つって。いや、まずかったです。即答して。やっぱりみんなまずいって言ってるみたいですね。どうやら。どうやら。まあ、アブさんが好きな人にはおすすめだと思うんですが、あれなんかおかしいな。はい、失礼。まあ俺はアブさんがちょっと嫌いなんで、あ、でもやっぱこのチーズ、スモークチーズうめえな。ね、このイタリアンアニス、値段が440円、ちょっと高いですね。で、タールが5ミリ、ニコチンが 0.4 ミリです。これはまずいので買いません。ちょっと買おうかなと思ったんだけど、まあサンプルがあるって言ったから、じゃあ捨てみようって言って捨てたらまずかったんで、あ、これ買わねえわ。あ、これ買わねえわ。
いう感じですね。何気にタバコのサンプルって今日初めてもらったわ。サンプルって言ってもただ単にあのサンプルもらえますかって言ったら、おばちゃんがいるのって言ってはいって、でアニスから一本こう取ってはいみたいな、ああいうのどこでもらえるんだろうね。あのなんかプラスチックのさ、そのなんか、なんかほらサンプルのタバコみたいな、こうねパッケージに3本ぐらい入ってさみたいな、そういうのはどこで手に入るんだろうね。わかんないですけど、まあいっか。うん、この銀座ライオン別に突筆したプレミアムビールっていうビールじゃないですね、正直。なんか なんていうか、いや確かに突筆したうまさはないです、うん、特別なんかうめえみたいな、あこれ濃いわみたいな、うん、若干濃いかな、うん、だからプレミアムビールって書いてあるけどなんかんって感じですね、正直言って。銀座ライオンプレミアムは2010年に限定販売し大変好評を得たオリジナルビールです。嘘つけ。これが大変好評を得たか。まあ一般的なビールのちょっとコクがあるかなぐらいのバージョンじゃないか。だからさ、こんなんよかさ、何度も言うけどさ、あれ販売しろって。なんだっけ。忘れちゃった。超うまかったやつ。俺が何回か言うけど。だってさ、こんなんだったら普通にエビスの方がうまいぜ。エビスの方が同じ値段で、あのね、あの苦さっていうか、あの香りというか味がなんかほら、エビス独特じゃん、あれ。これだって独特さないもん。うん。正直。まあこれは、そうですね、甘めです。苦いというより甘めです。うん。てか札幌ってさ、基本的に甘めじゃなかった。札幌黒ラベルとかも甘いよね。あ、これアルコール度数 5.5% でしたね。うん。基本的に札幌っていうのはね、札幌のビールは大体甘めです。うん。で、特に甘いのはやっぱ黒ラベルかな。全然苦くない。だから、あの、ビールが苦手な人には、うん。俺もだって、俺初めて飲んだビールは、黒ラベルだったもん。え、こんな苦くねえの?と思ったもん。本気で。え、ビールってこんな苦くないんだって。普通に18ぐらいの時に、うん。飲んで、え?ビールって、俺今まであの第3のビールしか飲んでなかったから、わかんなかったけど、ビールって、
こんなに生ビールってこんなに苦くなかったんだって思ったんだけど、そんなことはなかった。いろいろ飲んで気づいたのは、それがその黒ラベルがただ単に苦くなかったっていうだけ。他のビールは苦いのはありますよっていうことに気づいた。いろいろ飲んで、まあ、これだからこのライオンは苦くないタイプの、味がちょっとコクがあるかなっていうぐらいので、結構ほら麦芽 100% ビールなんで飽きないですね。飲み飽きしない。うん、美味しいですよ。確かに美味しいけど、これはプレミアムビールと名乗るほどではないなというレベル。この銀座ライオンっていうのは銀座にあるんですかね。結構画像でググったらいっぱいなんかビアガーデンみたいな、ビアガーデンではないのか、店みたいな、なんか大衆酒場みたいになってますけど、すごいですね。あ、でも第3のビールの、違う、間違えた。麦芽 100% ビールのいいところは、突起したところがないにしろ、代わりに、ものすごく、飲み飽きしないっていうことですね。うん。間違いない。ね。飲み飽きしないので、結構何杯もガツガツでいける。ぐいぐいいけちゃうっていうところが、やっぱり、良さであり、まあ、長所であり、短所はやっぱり、ちょっと、うん、一般的な味だなっていうのが短所かな。うん。結構詳しくなってきましたね、ビールにも。俺個人的には。うん。今までだって、昔なんて全然、そんなこと考えてなかったもんな。やっぱり、そのビールの、麦芽 100% ビールだから、ビールの中にも麦芽 100% のビールもあり、スーパードラインみたいに麦芽 100% じゃないビールもあると。で、その味の特徴も大体その分かってきてですね、うん、今言った通り、うん、まあそんなとこですかね。まあ、やっぱり、この銀座ライオンも札幌だなと。札幌独特の、甘いなと。うん。まあ、甘いのが好きな人には、ビールで甘いのを、てか、苦くないのを求めるのは、人は、これは結構おすすめではあるけど、おすすめではあるけど、だからプレミアムなのかという感じですけど、まあ、美味しいんで四つ星でいいです。うん。ね。次はくちゃうわ。次ちょっとあれ飲む。電気ブランと、ビール。をね、ちょっと録画したいと思います。それではご視聴ありがとうございました。